僕はどうして森岡ゼブラを好きになったのかが、ね、ちょっとお話ししたいと思います。僕が森岡ゼブラを好きになったっていうのはもう1990年代の話でして、1995年に東北リーグ2位になって、まあ、その年のチケツ、まあ、今の地域チャンピオンズリーグね、出て、それで知って、その翌年の天皇杯。この年から天皇杯は、一県一代表制になったわけで、それで今の川崎フロンターレの富士通と対戦したっていうね、あれが最初です。まあ、ちなみに、あの時はまだ、グルジャ盛岡ありませんでしたからね、岩手の最強といえば、盛岡ゼブラだったんですよ。まあ、その頃からのファンなんでね、うん。まあ、岩手のナンバーワンチーム応援してやろうかっていうふうな気持ちが当時からあったんですよ。まあ、そのプライドだけで今まで生きてる感じですね。